このもう今ぬるぬるのミミズというか蛇みたいなものが抜けて巨大なイノシシの形に戻った神様にですね、いずこよりいまし荒ぶる神とは存ぜぬも賢みまおす。この地に塚を築き、あなたの御霊をお祭りします。恨みを忘れ、静まりたまえ。つまり、このあなたの死体の位置にそのまま巨大な、塚を作る。墳墓ですね。古墳みたいなものです。それを作ってですね。で、ずっとあなたのですね、魂をお祈りします。だから、これ以上たたらないでくださいって言うんですけども、そうするとこいつがですね、いきなり喋り出すんですよね。汚らわしい人間どもめ。我が苦しみと憎しみを知るがよいって言って、ドロドロドロっと消えてしまう。この時のなんか、声がですね、めちゃくちゃ良くてですね、これなんだろうな、声優さんとか俳優さんなんです。俳優さんの喉にマイクを貼り付けて、普通のマイクと別に喉マイクを貼り付けることによって、この喉の震えも同時に録音したそうなんですね。で、この喉の震えの音と声と両方ですね、ミキシングして出してるので、ものすごい不気味な感じで、息遣いも込みでですね、汚らわしい人間どもめというふうな声が出た。で、ドロドロドローとですね、この怪物は溶けてしまうんですけども、嫌な溶け方です。溶ける時にですね、にやりとですね、笑ってるような歯が見える。ここら辺の表現もですね、宮崎さん絶好調ですね。特にA パートから作画に入ってるのですね、A パート、B パートは本当にもう美しいとしか言いようがない。前半1時間本当に作画すごいんですけども、この辺もそうです。はい。